よいしょっと、オリバーヒロの森まで連れてきてあげたけど、一体何をしに行くの？ありがとうパーシー、でも君には教えられないな。僕には秘密の探し物があるんだ。そうなんだ、じゃあ僕は郵便配達のお仕事があるからもう行くよ。バイバイ、気をつけてね。よし、気を引き締めていくぞ。何が出てくるかわからないんだからな。なんだ、意外と何にもいない、ただの森じゃないか。よし、どんどん行くよ。アブルバー、出た。何あれ、タイガー。あのタイガーの骸骨が守っているのは宝箱だ。なるほど、あいつを倒してコインを手に入れるってわけね。まずはお話ししてみよう。ねえねえ君、コインを1枚ちょうだいよ。そしたら大きくなれるんだから。勝負するしかないのか。いくぞ、オリバーパンチ。いて、参った、降参します。ダメだ、全然勝てない、強すぎるよ。あの四番にもう一度聞きに行こう。むむ、貴様はこの前のオリバー。ヒロの森でコインをもらうためにあのタイガーの骸骨と勝負したんだ。な、何、一人でヒロの森に行ったのか。そうさ、でも全然ダメだった。君のさ、ボディにもタイガーが描かれてるから何か知ってるんでしょう。君はなかなか勇気のある機関車だね。では特別にあのタイガーのことを教えてやろう。私がまだ君のように小さかった頃、私も早く大きくなりたくて都道島に遊びに来た時、ボルダーの神様にお願いをしたんだ。そうしたらあのコインを取ってくるように言われてな。4番もそうだったんだ。